皆様、こんばんは。3月14日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのは、ドル円のこれは日足になります。日足、こちらの方ですね、ちょっと1本線を引いてみたいのですが、少し太めの線を引きましょうね。ちょうどここです。116の35が、この1月の上旬に高値をつけ、1回反落。2月も116のこの3号をやりまして、ここで反落と、2回116の3号で止まっておりましたが、こちらの方が昨日ですね、6の3号を抜いて7円台でクローズ。昨日と言いますか、すみません、これは先週の金曜日になります。で、本日、全く緩むこともなく、そのまま117の88まで上昇といった形になりまして、それまでのその上昇三角形ですね、形では、例えばこういったところで、こういうサポートラインがこう引けてますけれども、三角を完全に、上昇三角を上に抜いて、大きく跳ねてきた相場。まだこれが、それまで上値を止めていたポイントを抜けてから、まだ日が、今日で2営業日です。まだ日が浅いので、レベル間でこうショートを振るのではなく、やはり、もう一段の上、118円台まで今回これは伸びる可能性が高いと、まあ今日じゃないにしてもですね、可能性としては上があるだろうというふうに見て、やはり押し目買いから入っていくという流れにやっぱり考えざるを得ないかなというふうに考えています。次に時間足見たいと思います。時間足、こちらの方もですね、結局6の3号を抜いてから、7円台タッチした後、次がもう6円の80すら割れない状況で、上に上がりました。今回も7の50を抜いてからはですね、ほとんど7の45も触ってないぐらいですよね。となれば、やはり次にもう一段上を狙うにしても、まあ、一回緩む、例えばケースがあったとしても、あまり大きく、例えば7円の前半まではちょっと緩みをこう待てないだろうというふうに思います。まあ、7の30とかはもし割れていくようであれば、もう少しもう一段深く落ちてしまうと思いますので、やるとすれば、7円の50ぐらいを、例えば買ってみて、で、7円の25ぐらいで損切るぐらいの方がいいかなというふうに思います。7の50買い、7の25ストップで、そして、ロングの利食いは、まあ、118円のところ、確かになんか物を、売りがこうありそうな気はいたしますけど、118円台というのも、あまり明確なレジスタンスラインがありません。したがって、まあ、一気に118円の、まあ、60台という、その本当に重たそうなポイントまでは、一気にはいかないと思いますけれど、まあ、せめて118円の、例えば1号ぐらいでロングの利食いをイメージしてみたいなというふうに考えています。このドル円を今、ちょっと月足を見てみたいのですが、月足を見てちょっと本数を減らしますね。そして、縦軸を少し伸ばします。このように今の117円の88から見て、上にあるのはこの2017年の1月の、こちらは118円の606、そして2016年12月のこれが118円の664です。この118円の66というポイント、こちらにちょうど1本線引いておきましょう。少し薄い線で、細い線で引きますね。ここですね。あ、ちょっと引けてなかった。ここが一つの、まあ、一つなんて言いますか、上値抵抗線、この直近の上値の抵抗線になります。でも、あと118円台でもし何本か線がもし引けるポイントがあるとすれば、ちょうどこの10月の安値が118円の06というポイントがあります。あ、それと、2015年の3月ぐらいに118円の331という安値があります。ただこれは、その時の月の下ヒゲであって、本当にそこがレジスタンスになるかどうかっていうのはちょっと分かりません。この、
2016年、17年の時の118円の66、もしくは60、この方が多分上値の抵抗線としては強いだろうという判断をしております。流れから言ったらやはり、118円抜いてくる方向でイメージをしてみたいなというふうに考えております。次は、ユーロドルです。ユーロドル時間足に戻したいと思います。これもですね、今日イメージ的にはユーロドルも売りで 1.09 の60でイメージをいたしましたが、本日も戻り高値40ぐらいまでしか上がっておらず、全然60売れておりません。ただ60ぐらいの、この50を超えて瞬間跳ねる可能性もあるなというふうに考えていて、自分としては 1.09 の60は続行で売りでイメージしてみたいと思います。 1.09 のストップロスを、この時間足の200時間と90時間、 1.09 の799が90時間、200時間が 1.09830、 これの上ですね、85でストップを、 1.09 のリグイとすれば 1.09 の15で考えてみたいと思います。ユーロ円です。ユーロ円も今日は、私買いで考えて128円の20という水準を作りましたが、全く今日は緩んでおらず、朝方の、早い時間帯ですね、10時近辺とかで、こちらがビットベースでも36とかぐらいなので、なかなかその20は全然届きませんでした。今さらに高値を追いかけるような形になってますので、方向的にはそうですね、今相場若いですからね、あんまり深いところ指しても来ないでしょうね。128円の55で買いを、128円の20ストップでリグイートして、128円台ここに直近高値にここに85、それと129の04がありますけれど、この間あたりですね、イメージ的には90ぐらいでロングの利食い考えてみたいと思います。次はポンドです。ポンドも完全に流れとすれば上になってます。タイトルを先に見たいと思います。一旦タイドルに関してはこれ戻り売りで朝方も考えております。 1.30 の7080ぐらいでイメージをいたしました。現状でも 1.3070 を売りたいところ、 1.31 ちょうどでストップを、買い戻し 1.30 の前半ですね、20で、ポンド円ですけれども、ポンドドルが売りで、ドル円が買いでイメージをしております。ポンド円についても、基本は買いなんだろうなというふうに思いますが、あんまり、高値を追いかけない方が利食いはいいだろうなというふうに考えています。153円の20の買いで、あと153円ちょうどでストップ、そして153円台ロングの利食いとすれば、154円届く前の手前のこの揉み合いぐらいでしょうかね。153円の85でイメージをしてみたいと思います。次はオージーです。先にタイドルを見たいと思います。こちらの方も、朝方、タイドルは戻り売りで 0.73 の0515ぐらいのイメージをいたしました。今日は全く戻らずに、朝の11時ぐらいはまだ 0.72 の後半ぐらいでしたけど、朝方9時以降にですね、割った時にもすでにここでも 0.73 届いてないぐらいですからね、やはり現状だと重たい水準 0.72 の70ぐらいだと思います。0.7270 売り、0.73 ちょうどでストップ。
そして 0.72 の、利食いとすれば、このポイントですね、やっぱりね、0.72 の3号ですね。で、買い戻しよう。あと、オージー円です。オージー円も推しを買ってみようということで、今日考えたのが85円の20でした。これさっき、結構ですね、オージー円近いところまで落ちたんですけど、そうですね、85円の22台までビットベースありましたけど、今ちょっと離れてしまいました。まあ、85円の20はですね、続行でいいかなというふうに思っています。85の20で、あと84の95ストップ、これも続行で、85円台、ロングの利食いとすれば、今日は85円の朝方、結構高いところを見たんですけどね、8085ぐらいまで見てたんですけど、ロングの利食いとすれば少し下げて、85円の55で、イメージを見て、作ってみたいと思います。最後にニュージー円です。ニュージードルも、買いで、0.68 の25、あ、すいません、タイドルはすいません、0.68 の2535で売りを考えました。これも届いてませんが、0.68 の2535、このあたりですね、ちょうど今、2時間足のボリンジャーバンドと、時間足、この2時間足の雲の加減と、90移動平均線が全部重なっているところ、0.6825、ここで売りで、0.68 の、55ストップで、0.67 台、買い戻しは、0.67 の80で、イメージをしてみたいと思います。対円です。対円、押し目買ってみるというスタンスで、79円台。まあ、できれば79円の6号で買いを。ストップを79円の40で。そして、利食いを、まあ、80円台。今日、まあ、今日ではないんですけれど、ここで80円の146があって、もう一回80円の102。80円のやっぱり10近辺から上がちょっと重たくなってるかなという気もしますので、80円のロングの利食いとしては10でイメージをしてみたいというふうに思います。まあ、数日前から、ドル円行くとすれば、上方向だという話を何度かしておりました。で、流れから行けばやっぱり117、118、6の3号抜けたら117、118ぐらいまで明確なレジスタンスがないということもお伝えをしたと思いますが、このように、わずか2営業日でここまで一気に上がってくるというのは、ちょっとはっきり自分もタイミングがいつだったかはやっぱり分からなかったので、ちょっとびっくりもしましたが、まあ、今朝方からまあコメント書いているように、もう高値は買ってみなきゃ分からないと。レベル間でショートを振るのではなくて、やはり買い上げて、次に高値水平線こう抜けていったときにはもう躊躇なく買うと。まだ相場が上に抜けてから若いので、そういった意味では、まだ相場が若いということは、そのまだ上の可能性が高いというふうに判断をすべきだなというふうに思います。したがって、先ほど、ドル円なんかもですね、このように、一旦ね、上に抜けて、再度、もう一回、この118円の60近辺、もしくは66、こういったレジスタンスに届く、もしくはその手前で揉んで、にわかロングがたまれば落ちる可能性がありますけれど、基本はやっぱり押し目買いで回す方向で考えるべきだろうというふうに思います。もう一回最後、日足に戻りたいと思いますけど、このように1回止まり、2回止まって、3度目に上昇三角形を上に抜いてたとき、もうここではやはり6の3号を抜いた段階で、やはり相当上に跳ねるという意識を持って、いた人間がうまくそのついていく、その高値を
新高値を追いかけて買っていくことができたかなという気がします。やはりあまり逆張りで物を考えていると、このあたりでショートを振ってしまうと、これ結果的にはもう上へ持ってかれて全然こう逃げるチャンスがないですからね。まあ、そういった意味では、まだ、ドル円にしましても、今、高値からは一旦は緩んでいますけれど、基本は押し目買いで入るという方向で考えていただければというふうに思います。これで本日の相場展望チャート分析編終了させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速0.001秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に、小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容は、スキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。